神戸電気鉄道300系電車は、1960年に登場した神戸電気鉄道の通勤軽電車。で303車内1960年に川崎車両で製造された神戸電鉄発の高性能車である。18メートル級車体 WN ドライブによるカルダン駆動の採用など、現在まで続く車両群の石を築いた車両であった。 当時流行の湘南川を採用した2、扉セミクロスシート車の2編成4両が1960年に製造された後、通勤輸送に対応するため座席をロングシートとした全面貫通型の3編成6両が1962年から1964年にかけて増備されている。山岳路線であることから、ありまよりから奇数車、偶数車のユニットを組む。 全電動車方式を採用した。両車とも正式な形式名はデ3 0 0系であるが、本校では趣味的な分類に倣い全車をデ3 0 0系、後車をデ3 1 0型として解説する。全長 18,140mm、全幅 2,730mm の1 8ル級、全構成車体を有する。 全面形状は当時流行の湘南型を基本とした2枚窓を有する非貫通型で、車体の裾部に丸みが設けられている。扉は 1000mm 幅の型開き、窓幅は 1100mm、座席はセミクロスシートを採用した。塗装も茶色一式の従来車に対し、グレーを地色に、窓周りをオレンジ色とした。 この塗装はその後の車両にも神戸電鉄の標準塗装として1980年代後半まで受け継がれている。で315で300型は神戸電鉄における高性能車の基本型を確立したが、沿線人口の増加による観光路線から通勤路線への変化に対応するため、1962年の造備車では、 全面貫通型、ロングシートへのモデルチェンジが行われた。外観と車内に変更があったため、車両番号は区切りをつけて311以降とした。扉の幅を 1100mm から 1200mm へと拡大。側窓の幅は 1100mm から 1000mm に縮小された。で300型にあったす部の丸みも省略された。このスタイルが、 神戸電鉄における通勤車の基本設計となり、車体更新車の800系、両開き扉車となった1000系列にも採用され、1991年製造の1500系まで30年にわたって受け継がれることとなった。主電動機は三菱電機製のメガバイト -3022S2 を1両あたり4機搭載する。駆動方式は神戸電鉄発となる。 WN ドライブが採用されており、歯車比は98,15である。主制御機には同じく三菱電機製の電動化無軸式制御機 ABF-108 から 15MDH を奇数車に設置している。4S2P 固定、並列14段、弱め階、地4段、電性14段で、一つの制御機で2両分8個の、 主電動機を制御する 1C8M 方式である。当初は、旧型車と同様の中鉄グリッド式の抵抗機を、奇数車の床下いっぱいに搭載していた。通勤化改造時に、鉄1300型と同様のニクロムリボン式に交換、奇数車の床下スペースの都合から一部を、偶数車にも搭載する。近畿車両製のシュリーレンダイ車系 D-37 を装着する。 当初は、旧型車との互換性に配慮して、SMED を使用していたが、あと2000系列以降の高性能車と同様の、HSCD に変更された。偶数車の運転台がワヤ上にパンタグラフを一機、搭載する。パンタグラフは、登場時三菱電機製の S-752A を装着していたが、部品確保のため東洋電機製造製の PT-4209? に取り替えられた。電動発電機は MG-303BS を空気圧縮機は DH-25 を搭載する。共に空数車に設けられている。d 3 0 0系、d 3 1 0系ともに登場時は2両編成で運用されていたが、1970年代以降は通勤輸送に対応するための長編成化が進められた。 で300型は1971年に座席のロングシート化とブレーキの HSC 化を実施、翌1972年に客扉の3扉化と立て続けに改造が行われた。4両編成化のため中間にで310型が組み込まれ、後に中間組み込み車の運転台機器が撤去された。残ったで310系の1編成は引き続き2両編成を、 基本として、で1 5 0系、で1 7 0型を増結しての3両編成、線系二2両編成と並結の4両編成、1 1 0 0 3両編成と並結の青線の5両編成増結運用に、充当された。1987年からは、クリームとエンジン色の新塗装への変更が実施された。他の高性能者と共に活躍を続けていたが、 老朽化が進んだことから冷房化改造の対象外となった。1993年に造血用の311編成が廃車となり、残ったで3 0 0系に編成も5000経験増により1994年までに廃車形式消滅となった。ありがとうございます。